ドンミシはるか、私たちはゼロみなさま、お待たせいたしましたお待たせいたしましたやっとだ ね、はい、すごい待たせちゃいました、うん、すみませんごめんなさい、ごめんなさい、私たちの質問コーナーが今から始まるよ皆様、たくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございました。私たちが今から答えていくので最後まで見てってください。はい、ではいきます。はい、皆様の年齢20、20、21。はい、みんな同い年で、ただはるかと真帆が早生まれなだけです。そうです、そうです、はい、メンバーカラーはありますか？ブルー、ピンク、グリーン。二人寄り添ってあるいや、グリーンだけど。誕生日1月15、2月21、5月13。好きなグループ、アイコンの次男さん、セブンティーンの星さん、公園少女のミヤさんです。 BTS のジミンちゃん、ビッグバンのジオンさん、ハンビンさん、ドライスのサナさん、アイズワンのユジンさん、ヒョナさんが好きです。はい、私はモモランド、ヨネちゃん、アイズワンのウォニョンちゃん、アイコンのジナンさん、ブラックピンク、みんなBTS、グクさんです。そして、いつもは概要欄にチェゴのツイッターを貼ってあるんですけど、個人のアカウントもフォローしていただけると嬉しいです、はい、こちらです。で、インスタグラムもこちらになっております。ぜひフォローお願いします。お願いします。身長何センチですか？151 157 160。こちら去年の棒グラフになっておりますだんだん売り上げ上がってますね。おお、素晴らしいことです。皆様は何歳からダンスを始めましたか？幼稚園の年長さん。小学1年生小学2年生こちらもこちらもこちらもこうなってる。グッズを作る予定とかありますか？カーミングスーン。皆さんは彼氏彼女はいますか？いません。いません。彼女がいません。なんで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 、わかんないわかんない。彼氏はいません。みんな、はい、募集中です。こちらまで。本当だ。マホの本当だ。マホの本当だ。ダメです、ダメです、ダメです。グループを始めたきっかけは、これは琴音とはるかにありますね。まあ、はい、きっかけを作ってくれたのは琴音ですね。はい、はい、私実は個人でミックスチャンネルをやらせていただいてて、うん、普通に動画出してたんですけど、ある日 TWICE さんのダンスカバーコンテストっていうのが開催されてて、それを見てやりたいと思って、K-POP 大好き、そしてお友達ということでメンバーをちょっと招集して、このチームでやっていきたいんだけどどう思うってまずはるかに相談したんですよ、そしたらはるかは、いいともいいともやりたいみたいな感じで言ってくれて、おっしじゃあっつって、残りのみんなに LINE でね、報告はしないで前振りをね、話がありますって。そうそうそう、でも急に来たからね、全然ね理解してなかった。まさかなんかそんなことを言われると思ってなかったので、すごいドキドキした思い出があります。それで快くみんないいよって言ってくれて、そっからチェゴが結成されましたね。はい、チェゴのマスターになっていいですか？なってください。 YouTube が本職ですか？いや、これは難しいですね。はい、私たちはアーティストとして有名になりたいっていう夢がありまして、それに向かって活動してるんですけど、その夢に向かって活動してる一環で YouTube っていうものをやっていて、 YouTube を職業にしてるわけではないんですけど、主に今活動してるのは YouTube です。で、YouTube の収益についてよく聞かれるんですけど、例えばダンスカバー動画に広告入れてもいいんだよとか言ってくださる方もいるんですけど、私たちアーティストさんの曲を使わせていただいてるので、そのダンスカバーの動画についてはお金は発生しておりません。ゼロでございます。まあ喋ってる動画とかはね、
ちょっと入ったりするんですけど、うんうん、でもやっぱ伸びてるのはダンスカバー動画だったりとか目隠しとかそういうやつなんですけど、そういう動画はもうほぼアーティストさんの曲を使わせていただいて使わせていただいてるので0円ですね。でそこに私たちダンスの練習とかもしてるんで、スタジオ代とか衣装代とかそういういろいろなところにお金かけてるので、もしよかったら喋ってる動画も見てくれると嬉しいです。ダンス動画もやっぱたくさん見てほしいですね。まあとにかく全部見てください。はい手紙をプレゼントを送りたいのですが、どこに送ればいいですか？こちらにお願いします。はるかちゃんの頭は椎茸みたいで美味しそうなので、いいだし汁が取れると思います。だし汁ブシャー。みんなの第一印象は何ですか？おお来たね。恥ずかしくなるやつだね。じゃあ私からまず真帆は、はい、てかみんな高校の入学式とか高校の入る前の合宿、うん、ダンス合宿っていうのがあってそこであったんですけど、真帆は合宿の時に会って、うん、はるかのことをチラチラ見て、かわいいかわいいってめっちゃ言ってくれる人でした。その時はめちゃめちゃゴリゴリのヒップホッパー系だったんで、服装とかもめっちゃ男っぽくて、うん、絶対この子かっこいい系の踊りするんだろうなと思って見てました、うん。琴音はその合宿にいなくて、入学式の時になったんですけど、まず合宿の時にいなかったから誰って思った。だけど制服着てる姿とか見て、あ真面目そうだなと思って見てました。はるかの第一印象は小さくて可愛くて細い感じのイメージがありました。琴音は清楚で黒髪真面目な第一印象でした。私は入学前に合宿っていうのがあるんですけど、ダンスの発表会と被っちゃって行けなくて、合宿の前に体験授業っていうのがあって、そこではるかを見かけて、めっちゃなんていうの、本当におかっぱでめっちゃ細くて、でもなんかキレキレキレになんかターンしてるイメージがあって、分かる分かる。第一印象はこけしキレキレめっちゃ細いみたいな感じでしたね。真帆も体験授業で一緒になったことがあって、で私一人なんかめっちゃ着替えるの遅くて、教室で着替えてたんですけど、みんなで私一人取り残されてたんですよ。でなんか私の一個前に遅かったのが真帆で、真帆はもう準備してたんだけど、教室になんかえなんか教室にあの子まだいるみたいな、えどうしよう行きたいけど、でも真帆が行ったらあの子一人になっちゃうみたいな、それね、っていう顔してたの。かわいそうなの、荷物持ってそんなかわいそうな顔してて、きっと私を待ってくれてるんだろうな、でも行きたいっていう気持ちと葛藤してるんだろうなみたいな、ごめんねみたいな気持ちにしてくして、ごめんねみたいな感じ。一緒に行ったよね、みたいな感じ。一緒に行った、一緒に行ってっていう第一印象。そう、今の印象は本当綺麗なお姉さん、あとは何だそれ、美容がすごい、なんかその YouTube とかでやっぱ愛嬌が一番あるのが真帆なので、うん、そういう愛嬌担当的な感じですね、はるかから見たら。愛嬌担当、綺麗なお姉さん、セクシーな女の子、ボーカル担当です。はい、ね、真帆はね、琴音はやっぱ今の印象はやっぱあれですね、コロッケさんです。あーコロッケさん第2回目登場。コロッケさん、なんかドッキングで海藻ついてません？海藻。そうなんですよ。ドッキングで海藻。海藻とコロッケの定食です。いかがですか？あいつ。美味しそうじゃないよ。琴音はでも今でもやっぱ真面目っていう文があるし、変幻自在だと思う。その変幻自在っていう言葉であってるのかわからないんだけど、ダンス動画とか見てると一個一個の動画が全部違う人、うん、そういう変われるっていうのがすごいなって思う。トカゲトカゲ、トカゲね、すごいと思う。トカゲトカゲじゃない、トカゲじゃない、カメレオン、カメレオン、カメレオンだなって思う。あ、緑だし、緑だし、二人とも私はすごい大切なメンバーだし尊敬してます。はるかの今の印象はすごい一番しっかりしてる、間違いないチェゴのリーダーにふさわしいキノコです、うん、やるって言ったらやる、オフの時はオフ、ちゃんと決められてて、本当それを見るともうやばい、マホもやんないとっていつも焦るし、頑張んないとっていつも思える、そんな存在ですね。で、はるかとは笑いの友でもあるので、うん、そう、笑いのツボはるかおかしいけど、まあ実際真帆もおかしいところあるので、うん、結構一緒にふざけて笑ったりする仲ですね。
ね、琴音は笑いのセンスが神です、うん、私たちを笑いで殺しにかかってくるんでこの YouTube 上だけではなく普段からすごい面白いことを言ってくれるので私たちいつも元気づけられてます。琴音は気遣いができる、すごい人のことをちゃんと気にしてくれる優しい心の人です。はい、はるかの今の印象はもうザ・しっかり者。こんなにしっかりしてる人初めて初めて。普通さ、人ってあ疲れた休みたいって思うやん、うんうん、それがない、うん、なんかブラック企業みたいなブラック企業じゃないよね、中国は、うん、もうやるべきことをちゃんと終わらせてから休むっていうことが本当にできる人、うん、なかなかそれできる人いないから、うん、本当にすごいと思う。もうリーダーであるべき人です。うちらがさ、うん、こうなってたらさ、この間この間の話なんですけど、深夜連でもううちら疲れすぎて寝ちゃったんですよ、うん、振り覚えながらさ、本当にひどいよねうちら、うん、最悪ね、最悪、もうまあ疲れてるっていうのはもうはるかも知ってたから、うん、今日はいいよっていう風に言ってくれて、じゃあ休みますって寝ちゃったんだけど、でもはるかも一人でずっと練習して、ね、一人で練習してね、すごいよね、すごい、普通にうちらに対しても厳しく、うん、いややるよ今はやるよっていう風に言ってくれるので、うん、頑張ろうっていう風に思います、うん、で真帆は素直、いろんな人に対して分け隔てなく接してる人って感じ、まあ、わがままな部分もあるんですけど、すごい優しい時もあって、一番人間っぽいって感じ、どこにいてもへぇーってみたいな、もうなんか今思ったことに対してバーって出るって感じ、だから一番見てて面白いし、人間っぽいし、情があるし、優しいし、え、何素敵じゃないこのメンバー、何このメンバー素敵じゃない、素敵じゃん、そんな感じです、はい、なんかさ、はるかが一番最初に言うからさ、はるかの内容が薄っぺらくなるよね。そうなんや、はるかの内容が薄っぺらくなっちゃう。薄っぺらくなっちゃうよね。言ってほしい。言ってよ、言ってよ。言ってほしい、言ってほしい。え、もっと言っていい？言ってほしい。真帆は何に対してもセンスがある。わかる。そこに対してのこだわりが強いから、はるかと琴音ってさ、これいいんじゃないの、これいいんじゃないの、そしたら真帆が、いや、これはダメだよ、これはダメ。こっちの方がいいって言って。いつも良くなる、それにすると。だから、なんか真帆に衣装のところとか、いろんな面で頼ってる部分はある。情が熱いのと同じで、それも熱くて、そこも結構。琴音は文章的な考えがめちゃめちゃ能力が高いので、琴音はサブリーダーだと思う。はるかがリーダーだよ、もちろんはるかがリーダーだけど、うん、でも琴音もいなきゃ成り立たないっていう感じがすごくします。ちゃんとこなさなきゃいけないことをこなすのはやっぱりはるかが担当するんですよ、うん、一個一個ね。琴音はなんかその命令の人に対してのその常識とかそういうのが一番特化されてると思う。だからそういう面で、はるかはいつも琴音に頼ったりとかしてる。尊敬し合ってるから、やっぱり、うん、あ、この人のいいところはこうってもうちゃんとわかるから、うんうん、めっちゃ、変ちゃいますね。いや、素敵ですね。素敵ですね。なんか素敵な展開に、素敵な展開になっちゃいましたね。編集は誰がやってるんですか？じゃあ、せーの手あげましょう。せーの。今はもうあれだね、エンディングに声を乗っけてるので、そこで誰が編集したのかっていうのが分かる。最近のマイブームは何ですか？私のマイブームは最近、琴音と二人でロキと水星ハネムーンを踊ったんですけど、その踊ってみたの動画を見るのにすごいハマってます。K-POP のそのダンスも好きなんですけど、その踊ってみた特有の独特の振り付けがなんか刺さるんですよ、私に。だからその刺さるダンスははるかも踊りたいってなって、で一人でこうやって頑張って覚えようと思って見てる時もあるし、普通に不意に中毒性があるから、もう一回見たい。だって見る時もあるし、それが最近めっちゃ多いです。私は、まあ、もちろん YouTube はめちゃめちゃ毎日見てるんですけど、この時期もう終わっちゃってると思うんですよ。もう最終回多分終わっちゃってると思うんですけど、あなたの番ですが、本当に毎週日曜日の毎週日曜日の22時半からやるんですけど、もうそれがねめっちゃ楽しみで、怖いのにすっごいもう見ちゃって、怖いって分かってるし見たくないのに、ツイッターであなたの番ですのことをめっちゃ調べて、なんか、あ、この人が犯人、あ、違う、この人、いや、魔法はこの人が犯人だと思うな、みたいなのをずっとやってます、日曜日の夜は。多分共感してくださる方もいると思う。はい、私はもう
YouTube を見ることです、うん、暇な日あれば一日中 YouTube とか見てたりしてます。最近ハマってるのはアバンティーズさんとヘラヘラサンジュースさんと あとテンチムさんだ。テンチムさんが喋ってる動画がすごい好きで、私めちゃくちゃインドア派なんですよ。休みの日があったらもう絶対外に出たくない。まあということでここまでがチェゴ質問コーナー前編になります。前編ってことは後編もあるの？もちろんあります。でねということで後編もお楽しみにお待ちください。はい、以上前編のチェゴからでした。バイバイ。バイバイ。はい、今日の動画も見てくれてありがとうございました。今日は質問コーナー前編の動画でした。遅くなってごめんね。明日は質問コーナー後編です。楽しみに待っててね。それではみんなバイバイ。あ、声が